航空自衛隊の F2 次期戦闘機には、莫大な資金が投入されており、日本とイギリス、イタリアにおいて、合同での開発が発表されました。日本の純国産での開発は断念されたようです。今回は、この F2 戦闘機や次期戦闘機開発について、詳しく見ていきましょう。ロシア・ウクライナ侵攻に対して、西側諸国が、ウクライナに、最新の兵器を供与しないのはなぜか？ロシア製と西側諸国製の兵器を比較してみましょう。日本は、周りを海に囲まれ、長大な海岸線を有する島国であり、広い領海や排他的経済水域に囲まれている、特徴的なエリアの防衛を担っている、航空自衛隊で、現在運用されている F2 戦闘機は、自国で保有している戦闘機において、最多の対艦攻撃兵装を搭載できる機体である。当初、この F2 戦闘機の開発が始まる前の段階では、国産機を開発するとしての計画でしたが、政治的、技術的な問題から、三菱重工業を大元としながらも、アメリカとの共同開発となりました。F2 戦闘機は、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースにし、航空自衛隊の要求を満たし、大型化に改良、開発された機体で2000年から、配備されており、F2 や F2 と呼ばれ、非公式では、平成の冷戦やバイパーゼロなどとも呼ばれています。F-16 戦闘機ファイティングファルコンは、アメリカのロッキード・マーティン社が開発した多用途戦闘機で、第4世代ジェット戦闘機に分類され、オランダ、ベルギー、タイ、韓国がライセンス生産を行っており、アメリカやタイ、イスラエルなど多数の国で主力戦闘機として運用されています。これまで5000機以上が製造され、世界20カ国以上の空軍が採用しており、アメリカ空軍向けの生産はすでに終了していますが、海外でまだ新規に取り入れる国もあり、輸出向けとしては改良型の生産が続けられているベストセラー戦闘機である。F2 戦闘機は、空対艦ミサイルを、最大で4発搭載可能で、世界最高レベルの対艦攻撃能力と対空能力を兼ね備えた第 4.5 世代ジェット戦闘機に分類される航空自衛隊の戦闘機である。空対艦ミサイルを4発搭載した場合でも、同時に、空対空ミサイルを2発携行可能であり、最低限の自己防衛を兼ね備えています。さらに、搭載ステーションとして、主翼の先端部に各1箇所、空対空ミサイル用、主翼の下部に、最大で8箇所、胴体の下面に、1箇所の合計11箇所に、兵装のハードポイントが可能である。その性能や用途から、戦闘爆撃、攻撃機やマルチロールに分類されることもある。F2 戦闘機が、このような仕様を実現したのには、日本一の重工業メーカーである三菱重工業者をはじめとする日本の防衛産業各社が研鑽を重ねてきた成果であり、政治的な観点から F-16 ファイティングファルコンをベースとしなければならなかったことを、やっと形にできたと言えるでしょう。2030年代に順次退役が始まるF2 戦闘機の後継機としての次期戦闘機については、太平洋戦争での敗北後、自衛隊の装備する戦闘機において、これまではアメリカ製の機体を日本国内の企業が製作に応じる形で調達する事例が多かったことから、やはり次もアメリカとの共同で次期戦闘機の開発が進められているとみなされてきました。日本が開発の主導権を持つことを目的としていますが、これまでアメリカの影響下からの自由を選択した経緯がなく、西側諸国のディファクトスタンダードとなった
第5世代戦闘機である F-35 ライトニング 2B 型を製造しているアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援をと共同開発を視野に入れていたとされていました。しかし、ロッキード・マーチン社側とアメリカ側としては、今回、日本の航空自衛隊が開発を進めている次期戦闘機の能力は、第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の延長線上にあると捉え、共同開発のメリットを感じなかったとの見方がありました。このようなことから、アメリカと日本側の要望と噛み合わないとして、次期戦闘機の開発については、戦後としては、初めて、アメリカ以外の国と共同し、共通の機体を開発し、配備すると発表しました。そこで、イギリス空軍の主力機である、ユーロファイタータイフーンの後継として、BAE システムズ・テンペスト戦闘機開発計画を、BAE システム社を中心に行っているイギリスが共同開発に浮上しました。イギリスの防衛大手企業である BAE システムズ社が開発を進めていたテンペスト計画は、2019年7月にイギリスで開催されたロイヤル・インターナショナル・エア・タトゥーにおいて、スウェーデンが覚書を交わして、そこに参画することになりました。スウェーデン自体は、自国で、サーブ39グリペン戦闘機を開発した経緯もあり、スウェーデンテンペスト計画への覚書の締結とはあくまで、テンペストプログラムのパートナーであり、航空戦闘能力の強化に協力することであった。すなわち、テンペスト計画によって生産された戦闘機の採用ではなく、開発の過程で生じた技術の共有が目的であったと考えられます。スウェーデンは、これまでの軍事的中立政策路線により、旧ソ連軍などの仮想敵国からの先制攻撃にも応え、軍事活動を行える独自の専守防衛が前提であり、戦闘機を国産化してきたのでしょう。そうして、スウェーデンは、日本のように、専守防衛を前提に軍事政策を行ってきましたが、仮想敵国である、旧ソ連軍であり現在のロシアを刺激しないように、NATO へ加盟せず、国外から兵器の調達を行わなかった。日本の自衛隊は、そのスウェーデンと同じく、我が国を防衛すること、すなわち専守防衛を掲げていますが、アメリカとは、唯一軍事同盟を結び、自衛隊が保有している装備品維持や調達を、アメリカに強く依存しており、他の西側諸国と同じ立ち位置にある。今年2022年、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、スウェーデンは、これまでの軍事的中立政策路線の政策もターニングポイントにあり、NATO 加盟を申請しましたが、加盟は来年に持ち越される見通しです。そして、テンペスト計画に戻ると、2019年9月に、ロンドンにおいて、イタリアがテンペストプログラムのパートナーになったことにより、3カ国の潜在的需要は400機前後となる。2022年12月、日本、イギリス、イタリア政府は、グローバル戦闘航空プログラムである日本の次期戦闘機計画と、イギリスとイタリアで進行中であった BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、共通の機体を共同開発すると発表しました。日本の次期戦闘機の調達は90機前後の可能性が考えられています。これにより、テンペスト計画との総数で500機前後となるでしょう。3カ国で共同開発することにより、開発コストが抑えられ、各国の技術力を集結させ、優れた戦闘機を効率的に作れるとしています。日本の F2 次期戦闘機とイギリスが中心となっているテンペスト計画は、すでに機関部の実証実験機の共同での開発、そしてレーダーシステムの共同での研究を行っています。さて、日本の次期戦闘機開発について言えば、
第4世代機においても、機関部の国産化が果たせなった。イギリスなどの技術は、アメリカと肩を並べるほどはないとはいえ、日本は、イギリスやスウェーデンより、その分野では遅れているのは確かで、気がかりでもある。イギリスは、ロシアを、最大の仮想敵国としていますが、一方で、今や、日本の最大の仮想敵国は中国であり、その中国は、第5世代ジェット戦闘機 J20 を開発し、量産体制に入っています。J20 戦闘機は、中国航空工業集団公司が、中国人民解放軍空軍のために開発した、双発ステルス製空戦闘機で、第5世代ジェット戦闘機としては、アジアで初めて運用しました。現在、ロシア・ウクライナ戦争において、ロシア製の戦闘機よりも、優位な F-35 ライトニング 2B や、F-16 ファイティングファルコンの最新型である V 型が、ウクライナに供与されることになれば、不安も少なくなるのではないでしょうか。巡航ミサイルの開発により、ロシアによるウクライナ侵攻でも見られるように、航空機による攻撃だけではなく、弾道弾や巡航ミサイルなどのミサイルによる攻撃も多様化しているが、残念ながら、そうした動きは見られない。西側諸国の兵器が、ロシア製のものと比較し、戦闘機に関して言うならば、その質が確実に上回るという、証明は確認できない状況が続きそうで、日本にとって、実際の戦争による有意義な教訓は得られそうにはなさそうだ。ウクライナに対し、西側諸国が西ドイツが開発し、事実上、欧州標準戦車と呼ばれている、レオパルト2などの最新の戦車を供与しないことについては、供与した後に、ロシア軍により破壊され失われるような事態になれば、今後の輸出に対し、少なからず、支障が出るとの考えもある。ロシア製の第2世代の主力戦車である T-73 は、輸出用のオリジナルよりも劣化したコピー兵器である、モンキーモデルであったと言われていたとしても、旧ソ連軍において多数が配備され、ソ連、ロシアの同盟国や友好国に対し、積極的に輸出されています。しかし、湾岸戦争やイラク戦争、ウクライナ侵攻などの実戦において、対戦車部隊の標的となり、対戦車ミサイルにより、砲塔が吹き飛ぶなどして、多数の T-72 が撃破されています。戦車兵の根、どの差や射撃精度そのものに、大差があるのではないかとも連想される。